皆さん、こんにちは。70年代、国民的人気番組、時間ですよの隣のみよちゃんとして大ブレイクし、90年代には天然キャラの性格がお茶の間に大受けして、再ブレイクを果たした浅田美代子さん。ある人にした借金額や4人の隠し子疑惑に驚きを隠さない。今日は、浅田美代子さんのことについて紹介します。まずは、浅田美代子さんの経歴とプロフィールから紹介します。浅田美代子は1970年代に絶大な人気を集めたアイドル歌手。彼女は高校2年生の時にスカウトされたことがきっかけで、芸能界入りを果たし、当時行われた人気ドラマ「時間ですよ」のオーディションで2万5000人の中から選ばれました。その後は「時間ですよ」の劇中歌「赤い風船」で歌手デビューを果たし、年間セールス10位を記録するなど絶大な人気を集めました。浅田美代子はその後、人気バラエティ番組「さんまのスーパー」からクリテレビで見せた天然キャラが受け、人気タレントに。彼女は天然キャラの元祖とも言われていて、数多くの面白発言を残しています。またタレントとしてだけでなく、女優としても活動していて、数多くのドラマや映画で活躍していました。浅田美代子はかなりのお嬢様として育ったことが分かっていて、実家は自動車修理工場を営んでいて、中学と高校は名門の東京女学館に通っていたのだとか。小学校の時も同学校を受験したようですが、この時は受験をするのが嫌で名前を書かずにテスト用紙を提出し、入学できなかったのだそうです。浅田美代子は1977年にシンガーソングライターの吉田拓郎と結婚して話題になりました。旦那の吉田拓郎は彼女よりも10歳年上で、当時は互いに人気絶頂でした。吉田拓郎は1960年代から活動を始めたシンガーソングライターで、当初はなかなか売れず、苦労した時代も長かったのだとか。浅田美代子と吉田拓郎の慣れ始めはラジオ番組での共演。当時の浅田美代子はデビューしたばかりの新人で、吉田拓郎のラジオ番組に呼ばれたのだとか。吉田拓郎は1970年頃からラジオパーソナリティを務めていて、その話の面白さでも人気を集めていました。浅田美代子はデビューした翌年の1974年に吉田拓郎から楽曲提供を受けました。その楽曲は「じゃあまたね」。これは彼女の7枚目のシングルとなっていて、 A 面だけでなく B 面の「パリの絵はがき」という楽曲も吉田拓郎が作曲しています。浅田美代子と吉田拓郎は1975年のドラマ「懐かしき海の歌」で共演していて、これをきっかけに2人の関係は急接近となったのだとか。同作品はテレビ局の裏側を描いた内容になっていて、吉田拓郎が主演を務めました。浅田美代子はドラマ「懐かしき海の歌」で吉田拓郎と共演したのをきっかけに、彼との熱愛の噂が流れるようになりました。特に吉田拓郎は以前から積極的に彼女のことを誘っていたようで、それもあって親しくなるのに時間はかからなかったのだそうです。吉田拓郎は実は以前から浅田美代子のファンだったようで、彼女のことを積極的に誘っていたのもファンだったからという背景があったからだと思われます。浅田美代子はデビュー時からアイドルとして絶大な人気を集めていて、容姿端麗ということもあって若い彼女に惹かれてしまったのものと見られています。吉田拓郎は元踊り師浅田美代子のファンでしたが、彼女にとっても吉田拓郎は大きな存在だったのだとか。実は浅田美代子は芸能界デビュー時に高校を中退していて、すぐに人気が出てしまったため、
忙しすぎて青春らしい青春が送れなかったのだとか。そのため自身の芸能活動に悩むようになり、ちょうどそんな頃から吉田拓郎との交流が増え、いろいろと支えてもらったのだとか。浅田美代子は吉田拓郎との結婚は周囲の人間から猛反対を受けていたようで、親や事務所の人間は口を揃えてダメと言っていたのだとか。これは浅田美代子ではなく吉田拓郎側に問題があったことでしたが、彼女はそれを押し切って結婚。彼女は周りからあまりにも反対されすぎたため、それが反抗心を芽生えさせて結婚に踏み切ったのだそうです。浅田美代子が周囲の人間から結婚を反対されたのは、吉田拓郎がバツイチだったから。さらに吉田拓郎は浅田美代子との交際が噂になった1975年に離婚していて、2人の熱愛が発覚したのは離婚する前のことだったのだそうです。浅田美代子は結婚後芸能界を引退して家庭に入りました。この時は完全に主婦業に専念していて、一切テレビなどに出演することはなかったのだとか。彼女が芸能界を引退したのは吉田拓郎が結婚前にお願いしていたことで、裏から家庭を支えてほしかったのだそうです。浅田美代子は21歳という若さで吉田拓郎と結婚しましたが、二人の間に子供は生まれていません。これについては浅田美代子が子供を望まなかったとも言われているようですが、真相ははっきりしていません。旦那である吉田拓郎は前妻である四角恵子との間に子供が一人生まれているようです。子供は完全な一般人で、名前や顔写真などは公開されていませんが、女の子であることは分かっています。浅田美代子と吉田拓郎は1984年に離婚しました。二人は前年の1983年からすでに離婚の噂が流れていて、この時浅田美代子は離婚を否定しています。ですが噂通り二人は離婚協議を進めていて、1984年8月に離婚が成立しました。実は浅田美代子は吉田拓郎と離婚する1年前の1983年に6年ぶりの芸能界復帰を果たしました。引退したはずの復帰で一気に離婚の噂が流れるようになり、各メディアでも大きく取り上げられることに。復帰後の彼女は女優としてドラマや映画への出演が増え、再び人気者へと返り咲きました。浅田美代子と吉田拓郎の離婚は彼の不倫が原因だと言われています。これについては互いに認めていることから間違いないと思われ、当時は大きな話題になりました。ちなみに吉田拓郎はこれが2回目の離婚となっていて、浅田美代子との熱愛も前妻と離婚する前に発覚しているため、女性癖の悪さがうかがえます。浅田美代子は表向き吉田拓郎と森下愛子の関係を認める発言をしていましたが、実際には離婚について夫婦で話し合っていたのだとか。この時は吉田拓郎が全面的に非を認めていたようで、離婚しない手はないかと話し合ったものの、関係修復とはなりませんでした。ちなみに吉田拓郎は浅田美代子に一切不満はなかったようで、いい嫁だと分かっていながらも不倫してしまう自分を若造すぎると表現していました。吉田拓郎は離婚した際、浅田美代子に対して2人で暮らしていた自宅と財産を全て明け渡してしまったようで、これは彼なりの謝罪だったのだとか。この時浅田美代子は一生困らないだけの慰謝料を受け取ったと言われていて、おそらく数億、十数億円もの財産を受け取ったものと思われます。浅田さんの自宅マンションは都内の一等地にあるようです。2015年に購入したそうで、同年に出演したぴったんこカンカンで5匹の愛犬と共に暮らしていることを明かしました。場所や購入金額は特定されていませんが、
渋谷区にある数億円ほどのタワーマンションではないかと推測されています。自宅マンションを購入した理由は先輩女優のキキキリンさんから助言されたためでした。ドラマ時間ですよで共演以来母娘のような関係だった2人、キリンさんは浅田さんに公私にわたって何かと助言していたようです。特に無類の不動産好きだったため物件購入に関しては親身にアドバイスしたのでしょう。60歳を過ぎると部屋を借りられなくなるからマンションを購入しなさいと言われ浅田さんは購入を決意しました。一般人にとっても身につまされる助言ですね。浅田さんはキリンさんと2人でマンションを見て回り購入の際も助言を受けながら決めたようです。浅田さんは自宅マンション購入と同時に千葉県の別荘も購入していました。別荘は富津市にありかつて布袋寅泰さんが所有していたそうです。白亜の立派な豪邸で1階は全面ガラス張り価格は推定2億円とのこと。別荘もマンションと同じくキリンさんの勧めで購入し生前彼女も遊びに来ていたそうです。しかし2019年の台風15号で千葉県にある家は住宅破損や停電など甚大な被害を受けました。浅田さんの別荘も門が大破したためセキュリティ会社が状況をチェックしに来ていたそうです。彼女は月に何日かを別荘で過ごしていたものの被害によってしばらくは住めない状況になってしまいました。その後別荘の修復状況は分かりませんがセレブの豪邸ということでいち早く復旧作業が行われたのでしょう。今では門も修復され再び別荘で過ごしている可能性が高いですね。今回は浅田さんの自宅マンションと別荘について見てきました。一般人には別世界の話ですが彼女の物件から憧れのセレブ生活を想像してみるのも楽しいかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。